苦手だなって思わずに、なんか飛び込むっていう姿勢が、このオーラからそれが感じられますね。すいません、こんなドレスアップしてるのにちょっと。皆様こんにちは、的部聖です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はシンルセラムの究極の一滴から生まれる輝きにちなんだ衣装でお越しいただきました。はい、今日の衣装どんなところがポイントでしょうか。そうですね、黒でシックなんですけども、この女性らしいちょっと柔らかさのラインだったりとか、後ろのちょっと見えないと思うんですけどレースアップ、少し見せていただいていいですか。見えます。 こうですちょっとこの、ね、はい、クロスとかがリボンとかがちょっとポイントになってるかなと思います。でもお似合いで。本当ですか。はい、ちょっとドキドキしてしまうような美しさでいらっしゃいます。さあ、それではいくつかお話を伺いたいと思います。はい、まずお仕事で輝き続けるための源は何でしょうか。そうですね、こう普段は役者のお仕事、お芝居のお仕事が主なんですけれども、たまにバラエティであったりとか違うジャンルのお仕事とか、こう苦手だなとか、なんかこう難しいなと思うこともあるんですけども、何事もこう楽しんで、そしてなんかこの好奇心を持って、その一つ一つのお仕事に向き合っていくっていうのが、なんかそのここで楽しみを見つけたら輝けたりとか、新しい発見ができて、あ、面白いとか、いろんなその心を動かしてやるってことが、なんかこう苦手だなって思わずに、なんか飛び込むっていう姿勢が、まあ、輝きというか結果輝きにはなるかなと思いますし、自分自身にもなんかそれはなんかこう忘れないようにというか心がけて過ごしております。はい、こう拝見するこのオーラからそれが感じられますね。すいません、こんなドレスアップしてるのにちょっと、すいません。はい、とてもチャーミングな反応です。はい、本当にいろいろなところで拝見してても、それがこうオーラになってらっしゃるというのを、はい、ありがとうございます。さあ、そして生まれ変わった輝きにちなんで、はい、最近あったポジティブな変化ってどんなことでしょうか。今のちょっと質問とちょっと重複するんですけども、なんだろうな、こう結構考えてしまいがちなんです、タイプが。こう慎重になるというか、できるかな、大丈夫かなとか、私でとか、こういろんなことを不安がってしまうというかなんですけど、やはり今このご時世、やっぱりいつ何時何が起こるかわからないっていうこの日常の中で、そういうことを思う時間っていうのはもったいないので、なんかとにかく前向きに、ポジティブにいることで、それが自分の中でもプラスになるって考えて、本当に面白がってやることだったりすることがいろんなことにつながっていくと思うので、なんか昔はそうだったけど、今そういう環境にいるからこそ、そういうふうに自分の気持ちが変わってきたっていうのは変化はあるかなとは思います。はい、ぜひこれからも輝いている的部さんを私たちに見せてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて右手にいただきます。